みんなこんばんは。今日はちょっと配信風にね、次の地点13を見ながら、皆さんとまたおしゃべりできたらなと思います。キングフィッシャー冷蔵庫の中で冷えてました。そう、カラン君が迎えに来てくれて、空港にね。そっからムンバイで2日間、カラン君のご実家で、お世話になりましたけど、ムンバイが、まあ、東京だとしたら、プーネはまあちょっと内陸に入るっていう意味では山梨県とか長野県に来てる感じ。さほど遠くはないんですよ。車で3時間ぐらいで、今回本当に僕ラッキーが常に続いてて、カラン君とアナンド君がちょうどこっちで、フェスティバルのアフターパーティーにこう皿を回すっていうパフォーマンスで出演があるってことで、僕もなんと車に乗せていただくことになりまして、ムンバイからプーネまで、運転手さん付きの車で、やってくることができました。もうまさしく便乗。その様子をね、もうこのプーネが今回の、まあ、一番のメインの拠点です。ここに音楽の修行に来ていますので、そのメインのプーネに移動する、道中を、まあ、なんとなくポチッとね、皆さんと楽しめたらと思います。インドの景色とかね、皆さん興味ある方多いと思いますので。キングフィッシャー、インドの大定番でございます。もう日本でいうスーパードライ的なね、朝日。じゃあちょっといただきます。いやー、まずはクイッといただいちゃいます。乾杯。ああ、最高ですね。僕もともとこういうちょっとアジアの薄いビールというかね、もう水感覚で飲む炭酸水みたいなビール、そんなに興味なかったんですけど、やっぱり実際こう居住するとね、やっぱ一番これが愛される理由が分かるなっていう感じですね。インドのね、強烈なマサラの効いた料理をこうリフレッシュするっていう意味でも、これぐらいやっぱちょっとライトな感じが合うんだなと改めて思っております。このね、僕のこの配信してる部屋は Airbnb、 またね改めてご紹介しようと思うんですけど、まあ、そういうなんていうんですかね、オーナーさんがいて、旅人とかに空き部屋を貸すっていうようなね、 Airbnb っていう、もう今旅人の中ではもう何年も前からスタンダードになっていますけど、お腹が空いているので、ドミノピザを買ってきました。ちょうどね、師匠のね家のすぐ近くにあるのよ。で、結構注文してから20分ぐらい待たなきゃいけないんですけど、なんとなく今日は、毎日のインド料理をちょっとまた新鮮にリセットするっていう意味でもピザ買ってきました。スタンダードでね、マルゲリータ、そう、こっちはねもう毎日半袖短パンみたいな世界で、もうめちゃくちゃ暑いのをね覚悟してきたんで、もう覚悟の分、あ、こんなもんかっていう感じで、割とそんなに汗もかかず普段過ごしてます。日本は結構ね寒い日もあるみたいですね。まだまだ特に夜とかね、皆さん風邪ひかないように、今ちょうど三寒四温的な感じですか。そろそろ桜のシーズンで、もう河津桜とかは咲いてるんでしょうね。うん、ということで、なんとか元気に、なんとかっていうかね、すごい充実してます現地の人にも、お前は生まれる場所間違ってんじゃないかみたいな、どれぐらいインドのカルチャーに馴染んでるよジャックはって言ってくださる人とかって。でもね、昨日パーンってわかるパーン試してみたんですよ。あ、ちょっと映像見てみます、どうぞこれがまたね、うちの三味線リストってバンドやってるんですけど、ドラマーの恭平とかに、インド行ったら試してきてよとか言って結構昔に言われてたんで、
まあ、10年前ぐらいに試したことがあって、まあ、もはやトラウマだったんですよ。もうその時は口に入れた瞬間違和感で地面にバーンっていっちゃったんですけど、リベンジ、まず口に入れた時のそのなんつうのテクスチャー的な違和感っていうか肌触り的な違和感みたいなのが十何年前はあったんですけど、まあ、今回はすんなり口には入ったんですよ。で噛んだ瞬間ですよ、めちゃくちゃ甘いの俺辛いと思ってたのよ。あのパールでなんか色がみんな食べた後に真っ赤になるんですよ、インド人の口がね。で最初観光客とかびっくりするらしいんですけど、その赤っていう色から連想してすごい辛いのかなと思ってたら、まさかのめちゃくちゃ甘くて、ちょっと申し訳ないんですけど、なんていうのかな、洗剤ちょっと甘めの香りの洗剤をそのまま口に入れてるみたいなあれでしたけど、せっかくいただいたので8割ぐらいはちゃんと摂取したんですよ。あれね、ダイジェスション要はですね、消化にいい、消化を促す効果があるみたいで、要は昨夜は口の中とかあと気分のなんかリフレッシュはしてました正直。自分がやってるシャミセニストの最新アルバムのプレイを車中で聴きながら、移動しました嬉しいね、憎いよカラン君そう、 Spotify とかでね聴けますんで、 iTunes でも聴けるんで、皆さんもよかったらチェックしてみてください。今ねプーネに向かってます。ムンバイから結構2時間3時間かかるんですけども、途中の、まあ、サービスエリア的なね道の駅なのかな。あ、すごい、さすがさすがですね。はい、すごい、パンデックストアかっこいい、どっちかっこいい、なんか雰囲気あるよね。Can you appreciate when people take video or watch picture, people making love? Hang on Hang on means a crazy face. マクドナルド、もうすごいね、ボリウッド感出てますね、上のポスターがね、映画の宣伝ですかね。どんな感じだろう、なんかビーフはないらしいですね、もちろんね、宗教上の理由で。これなんか気持ちのいい場所ですね、ちょっとカオス感はもちろんありますけど、なんか匂いもね意外とフレッシュな感じで。Well, it's Mexican, yeah, but with cheese. これマックチキン、マックチキンです。普通に美味しいから何にもコメントできない、逆にインドらしさとかはない、普通に美味しいYouTube やってて普通に美味しい、何にも映えないと思うんですけど、可もなく不可もなくのなんかごめん、普通に美味しくいただいたと思うんで。このね、なんかこのマネージャーさんがどっかで頼んだオニオンの天ぷら、残念ながらコーン天ぷら出なかったんですけどね、オニオンの天ぷら美味しかった。でいよいよプーネの、まあ、今いる場所ですね、この Airbnb に到着するわけです。で僕ね、その十何年前にインドに初めてバックパッカーとして来た時、まあまず
初日にすごく印象に残ってることベスト3あるんですけど、一つは、バスが停車しないっていうことですね。徐行したところを乗り込む、でまた走る、でまた徐行したところで降りるっていう、もうまるでアトラクションで、バスの中で見た月、その時ね、僕もう小学校の時に家族でハワイに行って以来初めての海外と言っていいような、もう自分にとって初めての海外はインドなので、空港を降り立った時のもうあまりの違うカルチャー、世界観、空気感、香り、人々にすごく不安な思いを抱いたんですよ、そのバスの一件もあってね。でもそのバスの中からと月が見えたんですよ。しかもその日ね、多分満月だったんですけど、その時に鳥肌が立ちまして、そのまあ簡単に言うと究極の孤独なわけですよ。一人で全く異文化の国に来て、よくわかんないバスに飛び乗って、しかも深夜、やっぱ安い航空券買ってたからかな、やっぱ深夜に降り立つ便とかだったんで、でヒンドゥー語で英語も、まあ、今でも全然ダメですけど、その時もさらに全然低いレベルだったので、人ともコミュニケーションできない究極の孤独。でもふと空を見上げたら満月があって、なぜ感動したかというと、日本で見てる月と一緒やんと思ったんですね。当たり前のことかもしれないですけど、なんかどっからでも月って綺麗に同じように見えるんだなと思って、急に安心した。もう母なる海じゃないですけど、僕にとってももう母なる月。まあ、それが二つ目ね。で、三つ目が、何の話しようとして、あ、エレベーター。なんとか見つけた宿、私確か予約してたのかな？予約してた宿に行って、受付の人がお前の部屋は3階だみたいな感じで案内されたんですけど、この格子状のオープンエレベーター、常に向こうがシースルーみたいなね。で、何が言いたいかというと、今いるこの Airbnb も例のそのエレベーターだったんですよ。いよいよチェックインということで、次週また楽しみにしていただけたらと思います。本当にいつもありがとうございます。じゃあ、おやすみなさいということで、フィルミレンゲっていうね、言葉がインドにあります。フィルミレンゲ。